戦没者追悼式がこのほど行われ、遺族らが先の大戦で亡くなった461名の御霊に哀悼の意を捧げ、平和を誓いました。式典を開始いたします。高浜町戦没者追悼式には、遺族や次世代の会の会員ら合わせておよそ50人が参列しました。はじめに戦没者の冥福と平和を記念して、1分間の黙祷が行われました。続いて西島副町長が、悲しみの歴史を二度と繰り返さず、かけがえのない命をもって示された戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代に継承しますと式辞を述べました。また高浜町連合遺族会の柴原和義会長が追悼の言葉を述べました。今日私たちが当たり前のように享受している平和と繁栄は、戦争で亡くなられた方々の尊い犠牲の上に築き上げられたことを決して忘れてはなりません。このような戦争の記憶を風化させることなく、戦争の悲惨さと平和の尊さを次世代にと語り継ぐことは、今を生きる私たちの責務です。最後に参列者が次々と祭壇に献花を行い、461名の御霊に哀悼の意を捧げました。高浜町連合遺族会次世代の会は、戦争の記憶と平和への願いを後世に伝えようと平成30年に結成され、町内4カ所の中根碑の清掃活動などを行っています。